どうやら俺の道が正しかったようだな。あれは。ごめんなさい。すまない。最後でミスを犯してしまった。こんな仕掛けがあったとはね。ここにたどり着いた途端に閉じ込められちゃって。それより早く助けてくださいよ。わかった、待っていろ、すぐに助ける。新たなる侵入者発見。攻撃に移る。極人魔を解放。捕虜の始末を開始する。久々の食事だな。さて、どいつから食おうか。なに？急いでみんなを助けなければ。私があんたに与える人形。あいつの頼みは聞ける？お？行くぜ。もう私の番？人形。よし、勝負をつける時が来たな。正しい選択をしたわね。お？感じなさい。正しい選択をしたわね。私が皆さんを守ります。ラングリッサーは私たちを守ってくれています。正しい選択。俺を信じれるか。人形、あいつの頼みは聞ける？死は、私があんたに与える最高の栄誉よ！行くわよ。
あいつの頼みは聞ける？剣はどこを指していますか？よし！え？もう私の番？行くぜ！俺を信じれるか？行くぜ！よし！正面突破！勝負をつける時が来たな！あいつの頼みは聞ける？正しい選択をしたわね。怖がらないで。痛くないから。私が皆さんを守ります。私たちを守ってくれています。行きましょう。引きなさい。信じれるか？え？なになに？どうだ？
選択肢はない。直感を信じろ。選択をしたわね。怖がらないで。痛くないから。私が皆さんを守ります。行きましょう。行くぜ。もう私の番？何何？他に選択肢はない。信じろ。なになに？行くわよ。選択をしたわね。怖がらないで。痛くない。行きましょう。剣はどこを指していますか？行きましょう。選択をしたわね。
大丈夫かクラレット。今助ける。ええ、ちょっと怖かったけど、もう大丈夫よ。感じなさい。行きましょう。よし。剣はどこを指していますか。よし。俺を信じれるか。行くぜ。そうだ。まだ終わらないよ。よし。行くわよ。大丈夫かランフォード。今助ける。すまなかった。その分はしっかり戦わせてもらう。全軍出撃。私が皆さんを守ります。正しい選択をしたわね。よし。俺よし。正面突破。俺を信じれるか。俺を信じれるか。え、もう私の番？行くわよ。信じれるか。私の動きを見切れるか。選択をしたわね。私が皆さんを守ります。人形、行きましょう。感じなさい。行きましょう。来なさい。
正しい選択をした。剣はどこを指していますか。正しい選択をしたわね。怖がらないで。痛くないから。行くぜ。他に選択肢はない。よし。そうだ。よし。行くわよ。私の動きを見切れるかな。カルカスのために。警告、新たなる侵入者を感知。なんだと。見つけたぜ。生きていたのか、オメガ。俺を誰だと思っているんだ、欠陥品。真の能力を使えば、あれくらいの傷で死ぬことはない。もっとも、お前には無理だろうな。さて、おしゃべりはここまでだ。今日こそお前を殺す。待て、オメガ。今はそんなことを言っている時ではない。この星は知っている。だからこれが最後のチャンスなんだろうが。だったらせめて地上を救ってからにしてくれ。その後でならお前と勝負してやる。バカ野郎、俺の目は節穴じゃねえぞ。この星をどうこうするってことは、お前あの能力を使うつもりだろ。もともとお前の体ではあの能力を使うのは一度が限界なんだ。二度目を使えばお前が死んじまうだろ。だから今しかねえんだよ。ちょっと、二度目って。お前こいつと一緒にいて気づかなかったのか。こいつは一度能力を使っているんだよ。それって本当なの？まさか、あの爆発の時。ああ、無意識にだが、能力を使った。認めたな。ならば俺と戦え。俺が勝てば俺の力で地上を救ってやるからよ。侵入者を確認。分析結果、敵と判明。攻撃目標に追加する。どけ、俺の邪魔をするな。諦めて戦いな。大丈夫か、今助ける。助かった。カルカスのために。
ところであんた、どうやってここまで来たんだい？ん？それを聞いてどうするつもりだ？いいから答えなよ。レインフォルスの船に忍び込んでクリムゾまで行ったのさ。そこで小型船をかっぱらってここへ来たんだよ。これで満足か？それで、あんたの乗ってきた船は？外に穴だらけになって沈んでるよ。欲しけりゃくれてやる。こいつの船も使い物にならないか。見てろ！正しい選択をしたわね。人形、私が皆さんを守ります。クリスさんは私たちを守ってくれています。人形、あいつの頼みは聞ける？痛くないから。行くぜ。蹴る時が来たな。大丈夫かマリ？今助ける。ありがとう。これで私も戦えるわ。もう私の番？まだ終わらないよ。行くわよ。他に選択肢はない。大丈夫かブレンダ？今助ける。すまないね。さてドイツから倒してやろうか。切れないよ。植物、私に力を。
最後なんだ。手を抜くんじゃねえぜ。安心しろ、そのつもりはない。正しい選択をしたわね。怖がらないで。信じれるか。まだ全開。待ってくれオメガ、話がある。なんだこの後に及んで命乞いかよ。先にお前がこの星を自爆させてくれないか。その後で地上に戻ればいくらでも戦ってやる。そいつはできねえ。なぜだ。俺が自爆装置を作動させてもここから脱出する術がねえ。自爆までの間に俺とお前の決着がつかなかったらどうしてくれるんだ。では俺を倒した場合はお前が地上を救ってくれるのか。自分の命を犠牲にしてまでそんな覚悟があるのか。自分が死ななきゃならねえのに他人を助けるほどお人よしじゃねえからな。いっそのことみんな死んじまった方がマシだろ。なんだと。もっともお前が俺を楽しませてくれたら考え直してもいいぜ。俺の力だ。信じれるか。そうだ。行きましょう。ないというのか。終わった。行くぜ。え、もう私の番？まだ終わらないよ。よし、
俺を信じれるか。直感を信じろ。まだ全開。選択をしたわね。あいつの頼みは聞け。行くわよ。私強いんだから。あとはこの星を破壊するだけだな。出ねえのか。まったく、ここまでやって勝てねえならせいぜいするな。わかったよ、俺はお前を認めるぜ。オメガ、さっさとこの星を自爆させるなりなんなりしろよ。時間がねえんだろ。やめて。あなたは一度能力を使っているんでしょ。もう一度使えば。覚悟の上だ。それにこれで死ぬとは限らないさ。でも時間がない。始めるぞ。ラングリッサ。ダメなのか。やはり俺は欠陥品なのか。
俺では無理なのか。バカ野郎、諦めんのかよ。完成品の俺に勝てたお前が欠陥品のわけがねえだろ。俺が能力の使い方を教えてやる。俺とお前の増幅装置をシンクロさせりゃそれくらいどうってことね。オメガ、お前その傷で能力を使えば。バカ野郎、人のこと心配している時じゃねえだろ。この世界とどっちが重要なんだ。お前はそのために来たんだろうが。わかった。守りたい。救いたい。あたいらの世界を。父との誓いを。お願い、世界中を。力を貸して。みんなの力を、思いを俺にくれ。警告、ペイリアの自爆装置が起動しました。内部の人間は速やかにクリムゾへ退避してください。繰り返します。ペイリアの自爆装置が起動しました。やった、やりましたよ。ああ、どうやら成功したようだな。だが我々に脱出する手段はない。人助けってのも悪くねえ。オメガさん、あの傷で能力を使ったから。マリーさん、彼はまだかすかに息はあるけれど、でも大丈夫、寂しくないわ。すぐに私も行くから。いつまでも一緒って誓ったんだものね。みんな諦めるな。急げ、早くしないと爆発に巻き込まれる。ペイリアが爆発する。しっかり捕まってろ。衝撃波が来るぞ。どうやら助かったみたいね。安心するのはまだ早い。どうやら今の衝撃で自動操船データが壊れたみたいだ。マドールは無事だが、手動操船に切り替えたらどうだい。それもダメだ、切り替え装置も壊れている。唯一の手段は通信によるデータの修正だが。それじゃあこのまま一直線に飛び続けちまうってことかい。すまないな、せっかく助けに行ったのにぬか喜びさせてしまったようだ。あなたは立派だったわ。あなたがこの世界を救ったのよ。大丈夫、あなたが死んだら私もすぐに追いかけるから。いつも一緒だから。私たちの思いだけは死なないわ。思いだけは。
世界はどうなったんだろう。まあいいや。やれるだけのことはやった。未完成品にしてはよくやったよな。もう、疲れた。諦めるな。誰だ？私はジーク・ハルト。いや、君にはラングリッサーと名乗った方が良いかもしれぬな。ラングリッサー。私は長い時を剣の中で過ごし、この時代を見守ってきた。そうか。あなたの力がペイリアを止めたのか。それは違う。君の力だ。私は人の思いを集めることしかできない。君の力が、人の思いがなければ、私には何もできない。どっちでもいいさ。この世界が、人々の幸せを守れたのなら、俺は疲れた。確かに君は人々の幸せを守った。次は君が自分の幸せをつかむ番だ。俺の？聞こえないのか？感じないのか？彼女の思い、彼女の愛を。さあ、目を覚ますのだ。衝突は避けられたの。地上も無事。あなたが頑張ったから地上は無事よ。そうか、よかった。本当にあなたなのね。心配かけたな、マリ。でもどうして？あ、ラングリッサーが彼女の思いを力に変えて、俺にくれた。そうか。愛ほど強力な思いのエネルギーはない。どうしたの？まさか、船が爆発するんですか？ちょっと待て。自動航法が正常に動作している。コースは地上だ。しかしどうして？今遠隔操作でその船の行き先を地上にセットした。あとは眠っていても地上へつけるだろう。フレイン、みんなよくやってくれた。クリムゾニアを地上へ降ろした甲斐があったというものだ。これからは我が民を頼む。君たちになら安心してクリムゾニアを託せる。何を言っているんだ、託すと。どうやらペイリアの爆発の余波でまた軌道を外れたようだ。ならばすぐに脱出しなよ。残念ながら最後の船も先ほど出発したばかりでね。そんな、せっかくみんなが仲良く暮らせる世界になるんじゃない。それなのに。レインフォルス、君たちには世話になった。まだまだ話したいことはあったが、そろそろ通信が途絶える。もう会えなくなってしまうのですか？君たちとは最後になるかもしれない。だが、また200年経てば、私は戻ってくる。
幸い尽きかけていたマナも補充できたのでね。次に私が戻った時、平和になった世界を見せてもらうよ。それまで、さらばだ。レイン！さらばだ、レインホルス。お前が帰ってくるまで、地上の平和は壊しはしない。そうだな。これからが大変な時代かもしれない。さあ、帰ろう。俺たちの星に。